Life Travelers Cafe。ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美博です。若菜です。ナビゲーターの竹井博菜です。世界各国で自分らしいライフスタイルを送っている素敵な方々にインタビューをし配信するライフトラベラーズカフェ。このバージョンは美博さんと若菜さんが日本に来た時に各国で旅してきた時のお土産話と皆さんからの質問に直接答えるカフェトークでお届けします。今回はどこに行ってきたんですか？はい、今回はカウアイ島に行ってきました。カウアイ島、はい、おー、ハワイ、ハワイです、ハワイです。初そうなんです。初めてだね。うん、初めてだ、うん、ホノルルからどのぐらいかかるんですか？カウアイまで、あれ、どっから行ったんだっけ？ホノルル、ホノルル、マウイから行った。私たちマウイから行ったけど、帰りホノルルまでは40分ぐらいかな、うんうん、あ、そうだね、45分か、飛行機で、うん、へー、あ、そうなんですね、うん、またなんでカウアイ島に？いや、なんかカウアイ島はずっとこうなんか去年、うん、まあそうですね、去年ぐらいから友人を通じて、あのカウアイ島はね、うんうんうん、合うと思うよって言われてたんですよ。ちょうど1年前ぐらいからじゃない？あ、そうだね、うん、あ、じゃあ結構こう頻繁にカウアイ島情報が、うん、そう、頻繁にというか3回ぐらい、うん、へー、こう要所要所で、うん、あの結構ね、具体的になんかカウアイ島のここに行った方がいいと思うよとか、そこが合うと思うよみたいな感じで言われてたんですけど、まあ、なかなかね、うん、行く機会がなくて、うんうん、っていうのがあったんですけど、うん、ようやく行けました、行けました、タイミングが来まして、はい、どうでしたか、行ってみて。行ってみてちょっとホッとしました。え、あ、ちょっとというのは、あの、ほっとした理由としては、まあ、オアフよりはもちろん、マウイよりもちょっと、まあ、田舎というか、うんうん、自然がいっぱいというか、はい、まだ発達してないというか、なのでなんかあんまりノイズがなくて、僕はなんかすごく和めた場所、なんか結構ジャングルのイメージというか、あ、木と草が生い茂っているような、うん、確かにそれはね、そうなんですよ、うん、あの木も大きいし、うん、そうだね、やっぱりたくさん雨が降るので、うん、あの降る地域なので、あの緑もとても濃いし、空気もなんかすごくこうパワフルっていうか、うん、なんだけど、うん、なんかね、あのカウアイ島ってどんな島って聞かれた時に、うんうん、おじいちゃんみたいって言ったんですよ。おじいちゃんみたいな、なんかね、おじいちゃんみたいなエネルギーだなというふうに私は感じていて、うん、だから自然もパワフルだし、うんうんうん、あのなんかすごい強い感じがするんだけど、うんうん、でもものすごくこうなんていうのかな、穏やかさもあって、はいはいはい、優しさもあって、うん、強さももちろんあってっていう、なんかね、いいとこだったね。うん、いいとこだった、うん、なんかこう包み込まれるというか、なんか安心するというか、それこそホッとするっていうか。あ、でもね、なんかこうマウイはこうなんか包み込むっていう感じなんだけど、マウイはお母さんみたいな感じで、おじいちゃんはな、の安心は安心、あ、なるほど、見守る、なるほど、そう、見守るかも、うん、見守るだ、うん、で本当に多分助けを必要とした時とかは、多分ね、全力で助けてくれそうな感じ、だけどそれまでは余計なことを言わないし、うんうん、なんて言うんですかね、静かに見守ってくれて、うんうん、それでいてなんか遠くからなんかこう温かさというか愛を送ってくれるみたいな、うん、素敵な島ですね、うん、すごくいいとこだった。そうなんです。どのぐらいいらっしゃったんですか？5日間くらい。あ、じゃあお二人にしてみると短めですよね。そんなにいないかな、短いですよ、とっても。じゃあその短い時間にギュッと凝縮した、そうだね、濃い時間を過ごされた、ね、あそこ良かったよね。どこ？ヒンズー寺院、うん、ああ、アースキーパーのとこ。そう、
何ですか、そこも具体的にそこに行った方がいいよって言われたことがあって、うん、行ったんですけど、世界に12個しかないアースキーパーと呼ばれるクリスタルが、あるんですよ。うん、で、その寺院の中にあるんですけれども、でそこに行った方がいいよって言われていて、でどんなとこかもよく調べずにとりあえず行ってみたんですけど、その寺院自体もものすごく美しいというか素晴らしくて、もう景色からあとは木々のそのなんか菩提樹みたいな素晴らしい菩提樹が植えられていて、なんかものすごく神々しいところだったね。うん、結構なんていうの、どちらかというと古めかしいというか、歴史のあるような作りの建物なんですか。歴史のあるというか、あんまりこの歴史感は感じないというか、そのなんていうの、古びた感じは感じないんだけれども、そのアースキーパーと言われる大きなクリスタル、あれ何メートルぐらいあるかね。1メートルぐらい。1メートル以上あるでしょうね。2メートルぐらい2メートルはないでしょう。ないよね。でもとにかく大きい、クリスタルがあって、そこに、ヒンズー教の僧侶の人が、ものすごく綺麗にお花を、デザインして飾って着せてるっていう感じに飾って、大切に飾って、でちょうど私たちが行った時はお祈りの時間だったので、またアースキーパーのところもいっぱいこうなんかお線香で、なんか浄化か何かねしながらお祈りして、またお花をさらに添えて、なんかものすごくお姫様みたいなクリスタルでした。そうなんですか。はい、そんなものがこの世に存在するっていうか、そんなに大きいクリスタル見たことない。うん、でもね、ぜひね、写真ね、撮影禁止だから、はい、写真が撮ってこれないんだよね。そうなんですよ。でアースキーパー撮れないんだけど、その菩提樹の、そう、そこの前で写真撮ったんだけど、このラジオで見えないんだけど、こんな感じ。そう、私フェイスブックに上げたんですよ。これ菩提樹の一部なんですよ。で、菩提樹の木の中に座るところが設置されていて、なんか瞑想するとか言ってた、ね、そこで瞑想するんですけど、すごい、もうここに入るとね、木に本当に抱っこされてるみたい、木の中にいるってこういうことだろうなっていう体験をしました。そうなの、そうなの、本当本当。でまたいい風がね、スーッと来るんですよ。こんなにこう、ね、幹がいっぱいなんだけど、不思議な場所でした。なんかじゃあ本当にこう大地のエネルギーというか、はい、自然のエネルギーも十分に、そうですね、なんかとても充電できた、はい、ね、自然の旅でした。素敵、よかった、はい、今回もいい旅でしたね。いい旅でした。では今回のテーマいきたいと思います。はい、このテーマはリスナーの皆さんからの質問をもとにしています。今回は千葉県にお住まいのラジオネームふなっしーさんよりいただいています。はい、まあ、ふなっしーさん本人じゃないと思うんですけど、はい、ラジオネームですから、ね、ラジオネームですから嬉しいですね、もしふなっしーさんだったら。はい、はい、今回のテーマはですね、今まで旅先で購入したもので一番の思い出の品は、思い出深い品は何ですか。はい、若菜さんどうぞ。早いよ、早い早い早い、3回言ったよもう。先に振られるとちょっとほら考える時間が必要。私も必要ですよそれは。いつもそれは毎度ですけど、お二人とも今までトータルで何カ国ぐらい行ってるんですか。いや、そんなに行ってないんですよ。同じとこぐるぐるしてるから、いろんなその国の、一つの国の中でもいろんな町とかいろんな地域に行ったりしてるので、国で言ったらそんなには行ってないじゃないですか、ね、20ぐらいじゃないのかな、じゃあもうちょっと行ったか、もうちょっと行ったか、30ぐらいかな、マイルとかで換算したら結構すごいことになる。マイルで換算してないから分かんないけど、ね、あまりしない方がしたらちょっと、ね、ちょっと疲れてくるかもしれない。まあでもそんなに、まあ、とにかくたくさん行ってる中から思い出深い一品ですからね。あ、難しいな難しいな、まあ、結構これ最近のが思い浮かんじゃいがちですけど、そうだよね、うん、結構こう掘り起こして昔のとかでも面白いかなと思うんですけど、はいはい、なんかありますか。はい、若菜さんどうぞ。そのね、なんで、うん、はい若菜さんどうぞっていう時だけマイクに近寄ってしっかり聞こえるように言うわけ。最近なんかラジオの声が小さいっていうから。なんでしょうね。でも本当に毎回その
あの旅では旅先では必ず何かに出会うんですよね、うんうん、でその旅のもちろんその物自体も可愛いっていうのがあるんだけど、うんうん、その時の時間や空間やこう感じていることや感じたこの雰囲気とか空気感っていうのを、うんうんうん、あの他に行ってもこう大切に持っていたいっていう気持ちで必ずそういう場合は購入してるんですけど、お二人ともなんかこうあまりなんて言うんでしょう、うん、こう旅に行ってお土産買うっていうのってあんまりないさそうな感じが。あ、お土産は結構買うよね、うん、あのみんなにあげるお土産はたくさん買うんですけど、そうなんですね、自分たち用にお土産ってあんまり、あ、そう、自分たちにはあんま買わない、うん、そうだね、うん、そうだね、あんまり買わないかもしれない。今ねちょっとインスタグラムを見て思い出してえ、インスタグラムいつぐらいからやってるんですか。結構前、あ、結構前からやってる。じゃあなんかこうヒントが、景色の写真しかないじゃない、景色の写真だけでも何もお土産が何も写ってない。大変ですねこの不質問意外と。あ、でもねこれちょっと振り返れるからいいね、うん、そうだね。あ、でもなんかあの、うん、マウイでもう本当に何年か前に見つけた天使の置物があって、なんか銅製なのかな陶器なのかなちょっとわからないけども、あまりにも美しくて、そのお店自体は本当に普段は行かないようなっていうか、わざわざ行かないような、本当になんだろう、ちょっと暗めのお店でなんですけど、なんかそこだけすごく光って見えて、で行った時に見つけた天使の置物があって、でその置物は今もお家に飾ってるんですけど、その時からあの旅先で天使を見つけると、あの必ず買うようにしてるんですよね。そこの時はなんでその天使に惹かれたんでしょうね。なんかご縁があったのか。いや、もうあまりにも美しかったんです、色合いが。なんかこう、うん、虹色の、もそんなに明るい虹色じゃなくて、こっち深めの虹色のなんかこうね、うん、あの光がこう施されているような羽と天使さんだったんだけど、うん、なんかすごく美しいなと思って、うん、あ、なんか多分天使って天使とかその目に見えないいろんな存在ってやっぱいると思うんですけど、なんかこうやって私たちがいろんなところに行って無事に旅ができるのも、きっとあのいろんなこう支えがあってそうなってるんだろうなとも思っていて、こうやってねこう自分たちらしく生きていったりとか、何か大変なことがあってもあのすごくこう助けられるとか導かれるっていうことがあるということも含めて、でそういった存在はいつもには感謝するようにはしているんですけれども、その存在をもし形にしたらきっとこんな美しいものだろうとか、なんかきっとこんな子だみたいなのを必ず旅先で見つけるんですよね、うん、なのでそういうふうに出会った時は必ずあの買うようにしてちょっと持って帰る。高菜さんのお家にはそういう各国のこう天使たちが、はい、そうですね、天使いるし、うん、あとは、まあ、あの家族でも天使が大好きな家族がいるので、うん、あの彼女にあげたりとかしてるんですけど、なんかすごく天使にはいっぱいいるよね。で持ち歩いてるしね、うん、いっぱいいる。そうなんですか、はい、大事なもの、ちっちゃいものとか旅先ので出会ったなんか自分にとってのお守り的な感じで、うんうん、あの必ずポーチに持ち歩いています。はい、あ、いいですね、思い出深い。はい、続いて若菜さんどうぞ。いやいや続かなくていい、続かなくていいの。次はみひろさんどうぞ。真剣に探してましたけどどうですか。一品でしょ、思い出に残ってる一品でしょ、うん、はい、思い出深いもの何かありますか。あのね、あるんだけど、うん、またそれかって言われそうなんだけど。え、なになに。え、あの、え、え、絵画。ああ、あのライフツリーカードですか。そう、ライフツリーカードの、の絵じゃなくて、その前に、前の年かな、その時かな、違う、前の年か、できる前の年に、うんうん、そのフランスの絵図に行って、うん、その絵図を描いてる絵を見た時になんかすごい欲しいなと思って、絵を買うことってないんですよ、うん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 、そもそも、
で、なんで欲しくなったんだろうと、まあ、今思ってみたらすごく不思議で、はい、でもなんかそのそこの場所がとてもやっぱり、まあ、僕たちの、なんだ思い出になる場所でもあるし、うんうん、まあ、心地よい場所でもあるし大好きな場所でもあるし、うん、なんかそのエネルギーをこう日本にいてもなんか受け取れたらいいなと思って、あの1年目は初めて訪れた時は絵じゃなくて絵をプリントしたものを買ったんだよね。でもなんか次に行った時にやっぱり絵が欲しいと思って買った絵が一品です、うんうんうん、へえ、なるほど。今ので思い出したの、うん、一品しかダメだよね。でもいいんじゃないの。何やろですか2品目。2品目は、うん、あのあまりに普通もうなんだろう持ち歩きすぎて忘れてたんですけど絵はがきなんですよ。絵はがきをあるところで、うん、購入しまして、うんうんうん、何が描かれてるかっていうと、うん、お家の絵なんですよ。うーん、お家とお庭の描いてある絵はがきなんですけど、うんうん、なんかそこのに描かれている家と庭とその景色のこの雰囲気の感じが私が思い描いているなんかみんなで、うん、住む世界っていうか、うん、みんな家族みたいな、おーおー、みんなでなんかこう自分らしくいれるようなそういう家のようなコミュニティをこう思い描いてずっといるわけなんですけど、それを本当に表しているような家だったんですよ。へえ、なかなか出会えないですね。どこがって言われてもあれなんだけど、でも まさにこういう感じなんだよっていう家の絵イメージとぴったりこうなんかそのあったそうそうそう雰囲気の、うん、きっとこういう家になるだろうっていう、うん、こういう感じだろうっていうなんか、うん、それを形にしたような絵はがきに出会って、うん、でそれをずっと持ち歩いてる、うん、でもよれよれだし、なんかもっと綺麗にねこう加工して持ち歩くとかすればいいんだけど、うん、そのまま入れてるそのままねポーチに入れてるからよれよれで、うん、でも忘れてるのよもう持って歩いてる、うん、でそれをこう開くたびに開くと、うん、あと思って、うん、ボロボロになってもすごくそれはなんかそれで面白いなと思って、うん、それが今あれかな、うん、一番心に今のところ残ってる一品絵はがき、うんうん、ボロボロの素敵ですそっかいいですね、はい、なんか絵って結構描いたりするとその通りになったりしませんか、うん、そうなの、描かないからわからな い, いや私、うん、びっくりしたことがあって、うん、ずいぶん前に描いた絵があってそれは子供たちの前で、うん、こうギター持ってたから、うん、なんか歌を歌いながらなんかこう英語を教えてるみたいな、うん、空の下で、うん、絵だったんですけど、うん、もう全然忘れたんですよその描いたことさえも。そしたらその何年後かに私子供たちに英語を教えて、うん、すごい楽しそうにこう笑ってる自分がいてその時急激にその絵を描いたことを思い出して、すごいなんか夢が叶ったと思って絵描くと叶うのかなとかって、面白いね、思ったりして文字で描く描いたら叶う人もいれば、うん、絵を描いたら叶う人もいれば思い描いたら叶う人もいれば、うん、いろんな方法があるよ ね、でもやっぱり2人とも多分いろんなところに行っていろんなものを購入してるはずなのに、うん、まあちょっと様態は違う、うん、ね、あれはしない違うけど、うん、絵じゃないですか、ね、そうですね、確かに何かこうやっぱりこう旅であったりこの自分たちのなんかこういいなって思う感情や感覚を、うん、一番こう表せるのは絵なのかもしれないよね。なるほどね。具現化というか絵って私ずっと絵描いてたんですよ。あの美術系の学校行ってたんですずっと、なんか多分絵ってなんていうのかなこう思いを閉じ込めるっていうかそのキャンバスの上にこう大事に思いをこうなんかお弁当みたいにこう色を塗って包み込むみたいな、なんか感覚があって、もしかしたらそういう旅の思い出とかそこの雰囲気とか空気とかっていうのをそこに閉じ込められてるから、なんかこうお家に飾ったりとか持ち歩いてたりして、ちょっとまた目にするとまたその時の気持ちが蘇ったりとかするかもしれないですよね。本当だね、ということで、はいはい、今日の魔法の質問は、はい、どんな絵が好きですか。わあ、皆さんどうぞ。私からですか。はい、もういつも私からですよね。そうです
えっ、ー、とですね、どんな絵、うまく説明できないな。あの絵というより私あの色が並んでいるのが好きで、あの絵じゃなくてもいいんですが色が並んでるところが好きで、なるほどなるほど、うん、なんでかちょっと分かんないんですけど、その様子とかなんかその重なり合ってるそのグラデーションの感じとか、うんうん、がなんかすごく好きだなっていつも思いますね、うん、すいません、なんかもう答えになってない、難しい質問だよ。でもどんな絵が好きですかね、うん、若菜さんどうですか。難しいな難しい何やってやったぜみたいな顔してはい答えて、ね、そうだな、絵自体あまり見る機会が実はなくて、うん、あ、美術鑑賞としてはでしょ。そうなんですよ、うん、あ、なるほど、うん、なんだけど多分私が見ていつも美しいなって思うのは、うん、そこになんかこう人の愛があること、人の愛がそこになんか描かれている色合いであったりとか、うん、そのものでもいいんだけどっていうことと、うん、あとはなんだろう、なんかキラキラしてることキラキラしてる、それあのなんていうの、ラメが入ってるとかじゃなくてなんかほら水面の写真とかって見た時にこうキラキラしてる感覚ってこう見てこう感じる、あの本当に繊細なこうキラキラってした感覚を感じる絵が多分好き。ミヒは？心が揺れますね。はい、何ニヤニヤしてんの？青い絵が好きです。え、どういうことですか？え、青い絵？今自信持って言ったのにどういうことですか？僕が絵を見て覚えてるのがシャガールの絵なんですけど、あの全く絵心がないけど、そのお母さんとかがそのよくわかんないけど見てるといいわよって言われてシャガールとか連れてってもらったんですよ。でその青がまあすごく印象に残って好きで、そしたらね、2人ともシャガールの、私もね、あ、そうだから青の絵は大好きなんですよ。だいたい好きな絵、これいいねっていうのは2人ともやっぱり青い絵なんですけど、で私はミヒは中学校だっけ、それ小学校、中学校1年ぐらいかな。そうか、私は多分高校生ぐらいにシャガールの絵はがきか写真集かなんかでそのシャガールの絵を見て、その青に惹かれて、もともと青が大好きだったんだけどより大好きになって、ずっとシャガールの青の絵を持ってたんですよ。でミヒが好きだったのも知らなかったんだけど、後からお互いシャガールの絵がきっかけでやっぱり青の魅力にこうハマってっていうことがあったので、2人でね初めて家をっていうか部屋をね、あの持つ時はシャガールのポスターでもいいから飾ろうねって言ってて、実際今飾ってあるんですけど、そうなんですっていうなんかねエピソードもあったりして、なんでそのニヤ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 、いい話だったな自分でそれはあのリスナーの人がね感じたり思ったりしてくれることです。はい、はい、いやちょっと斜めから来た質問だったんで、はい、よかったです、はい、ありがとうございますすいません、ちょっと久しぶりでなんかうまいコメントがすいません。はい、ライフトラベラーズカフェは世界各国から不定期でお届けするプレミアムトラベル版と、今回のように日本に来た時に毎週お届けするカフェトーク版があります。皆さんからの質問もお待ちしています。次回の放送もお聞き逃しのないようにポッドキャストの購読ボタンを押してくださいね。それでは良い週末を。ライフトラベラーズカフェ。